なんか喋ってとか適当。あ、そうだ、ちょっと報告が一つあって、それ終わったら配信終わります。今日は、おお、そう、全部消えたよ。やり直し、一個戻るで戻れた。そんなやばい話、やばいあれじゃない、やばい報告じゃないっす。なんかめっちゃ怖い、やばい報告とかじゃないんで。え、もう全然すぐ終わっちゃうよ。あと2人だし、もう今1人終わりそうだしもうすぐだよ。秒で終わるよ。配信実態はあと30分ぐらいできたら。ってぐらいかな。そんな30分もやんないかも。もう終わるもん。よし、9位終わり。最後。早い、天才、マジでそれやな。やっぱ橋本しか勝たんわ。はじめまして、はじめまして。ハルピョンの真剣な顔おもろい。いや、おもろないわ何もおもろないわ。TikTok にはもうあげないんですか。さっきあげた待って、私が悪いのは分かってるんだけど、待ってって。
こに関しては待って。さっきあげたけど。ごめんね。そうだよね。私が遅いよね。そうなんですよね。ちょっとね、あのあれのあれの時に、4月のあれの時に日付が狂ったから、なんかもうそっからもうなんかすごい狂ってる。やらなきゃいけないのは分かってるんだけど、狂い始めてる。でもいっぺんに、さっきも言ったんだけどね、これこの話、いっぺんに全部すぐあげちゃうと、あのあれなんだよ、そう。なんてだっけさっき、あ、視聴数がねなんか変になっちゃうから。まあ全然視聴数なんて関係ねえよ、お前が上げてることが大事なんだよって。まあそうなんだけどさ、でもやっぱその動画だけ少なかったらさ、それこそさ、なんか一緒にさ撮ってくれたメンバーととかだったらさ、私が上げるの遅くなったせいでさ、そのメンバーの視聴数が少ないみたいな、最悪じゃないですか、橋本のせいみたいな。なんかその子が人気ないとかになっちゃいそうになっちゃうから、そういうわけじゃないんだよね、橋本のせい。マジそう、私があげるのが下手なせいみたいな。頑張らなきゃ。やれば早いんだよね、さっきも言ったけど。そう、さっきも言ったけど、やれば早いの。そうだって、見て見て、もう10人目も終わった。意外と早かった、30分くらいかなとか言われてたけど、全然もう終わった。お腹すいた。私のお菓子の残りのゴミ食べる。早い、ありがとう、嬉しい、万歳。やだ、ハルピョンがコネ、コネにコネ まくったお菓子のゴミ。今コネてあげる。あれ、どっか行った、あった、ほら、コネにコネまくったハルピョン。はい、最低、マジ最低。マジ最低ですよね、すみません。欲しいって言ってるのはやばいからね。欲しいって言ってる人たちやばい、あなたやばいです。めっちゃレア、まあそうなんだけど、せやねんけども、今はコラージュしてます。1、2、3、4、3、4、5、6、8
8だったこれ間違えた。君のことが好きだから、いや好きでもやばいよ。うん。好きでもだいぶやばいよ。違う。あれ7位の方の写真がない。ん？なんでだ？あった。ありました。ありました。この間さ、猫めっちゃ見た。大量に猫見た。うん、めっちゃいた。めっちゃ猫見た。なんか言うの？ごめんなさい。でも本当にめっちゃいたの、猫。大量にいた。なんかここは猫の島ですかってぐらい一塊にいっぱいいて、そう、やばい、これペットショップでしたとか言ってたらやばいでしょ。違います、普通に猫がいっぱいいただけです。やばいやばい、どこって聞かれて、ペットショップとか言ってたらマジやばい。マジ頭狂ってるって思われる私。ついに橋本バカになったってバレる、バカなの。ね、周回してました猫。何枚いるんだっけ？これ3枚、1枚、待って、11位からのやつが3枚。あれ何枚いるんだっけ、なんか え、マジ集会してた猫集会所。1枚2、3、4、4枚やればいいのか。1、違う、1、2、3、違う、これとこれはあれだもんね、だ3枚か、3枚でいいのか、3枚でいいんだ、うさぎっぽいやつ。なんならもううさぎにしよう。ねえ、ほんと何話し合ってたんだろう、そこでみんなで。気になる気になるなる。え、多分ね、餌をあげてる人がいるんだと思いますよ、マジリアルな話をすると。うん、ここで餌をあげる人がいるから、そこのタイミングで集まるんだと思います。マジリアルすぎる話をするとね。たくさんの猫がハルピョンを見た、そうです、たくさんの猫に見られました。こんばんは。
目光ってた。目はどうだったろう。触んなかったですよ猫。さすがにちょっと触れなかった。さすがに触れなかった。噛まれたら怖いから。猫って噛みますよね。甘噛みだろうとするんですよ猫は。怖い。もしものことがあった時に怖い。なんかそれがさ、飼い猫とかだったらさまださなんかあれだけどさ、ほんまにもしものことがあった時にさ、アイドルまだやめたくない。まだアイドルやめたくないからさ。そうそうそう。ちょっと遠慮しちゃったよね。固まってんのかな。作業しながらの配信だからちょっといっぱい端末動かしてるから固まっちゃってるかもしれない。その場合はごめん。そう、まあ、さっき言ったことをもう一回繰り返すと、何でしたっけ。16日にしずくれいちゃん の卒業公演に出演させていただくことが決まりました。イエーイ。まあ、しっかりとちゃまの卒業をお祝いしたいなっていうのは思いつつ、あとはこの間の活動休止前最後の公演、雫公演、私自身の最後の雫公演の時もなんか光の卒業公演だからみんなみたいな感じで釘刺しちゃったので、なんか来れなかった人もいるかもしれないのですが、まあ本当にチャマの卒業をしっかりとお祝いするよっていう気持ちを持っていてくれれば、まあ、ピョンズ待ってますっていう感じだし、まあでも一人でも多くのレイチャマファンに入ってほしいなっていう気持ちはすごく強いので、そうですねって感じです。うん、まあでも本当にもう二度とないかもしれないって何度も言ったんですけど、まあ分かんないんですけど、でもまあそんな感じです。16日はなので一人でも多くのレイちゃまファンの方に入っていただくことは嬉しいなって思うし、ただこの配信を見てるレイちゃまファンの方、まあ、いるかは知らないんですけど、いないかもしれないけど、知り合いにレイちゃんの卒業公演に入るよって言ってるレイちゃまの卒業レイちゃまのファンの方々に関してお伝えさせていただきますと、まあ、ピョンズはそんな感じって感じなので、本当ピョンズが一人もいないみたいな感じになったとしても、ハルピョンコールだけは本当にお願いします。はい、レイちゃんと私が歌ってる時はレイちゃんコールで全然ちゃまレイちゃまコールで全然いいんですけれども、もしもレイちゃまと私が一緒に歌ってない時とかはハルピョンコール、ピョンズはそういう気持ちで臨んでるよっていうことは知りつつ、本当に一人もピョンズが入らない可能性もあるので、そうなるとちょっとハルピョンコールがあれれれれみたいな、あれ橋本さん人気ないってなっちゃうかもしれないので、そこら辺だけはちょっとよろしくお願いします。すいません、ごめんなさい、お願いします。まだ雫はあると思ってます。私たちもわからないっていうのが現状ですね、マジで正直。なんかもともとはできないみたいな話を聞いてて、
あーってなってたけど、どうなんだろうっていうのわかんない。でもまあ通常通りの公演みたいなのはないんじゃないですか、さすがに、うん、だからきっとそれはないと思うんで、いつまでもあると思うなって感じですね。いつまでもあると思うな、雫公園。まあ明日わかると思うんですけど、まあ2日連続になりますので頑張ります。はい、まあそんな感じです。次の日は大丈夫です感じですね。だから本当は3連続公演の予定だったんですけど、ちょっといろいろあって2連続になりました。はい、なのでちょっとそこら辺よろしくお願いします。よし、いい感じ。何がいい感じって、ちゃんと書き終わったのがいい感じってこと、うん、また29回のは今日もうコラージュも終わったので、あとは普通に文章やって載せるだけなんで、もしかしたら今日乗るかもしれないです。よろしくお願いします。ということで、それではいい感じなので、もう私も報告したいことはこれでしたって感じなので、終わり、配信終わり、作業も終わったし、お菓子もいっぱい食べたし、報告したいことも終わったし、ランキング読むよ。大学卒業すると時間ある？え、めっちゃあります。マジでマジで時間しかない。でもその4月は本当にあのコンサートとかでマジで追われてたから、なんかもう全然そんな感じしなくて、時間あるなって感じしなかったんですけど、5月に入って割となんか、まあ、ゴールデンウィークは結構忙しくお仕事いろいろさせていただいてたりとかしたんですけど、ちょっと今落ち着いてる感じ。まあでも14もあるし15もあるし16もあるし17もあるしって感じなんで、まあ今だけ落ち着いてるって感じで、そうそう、ちょっとしばらくいい感じに落ち着かせていただいているんですけれども、また忙しくなってほしいなって思います。ということで、ランキング読みます。え、マジドラマを一気見できてるのが幸せ。いきます。だってこの間ようやく六本木クラス見始めました。見始めて見終わった。やばくない？マジ遅すぎ。あのなおちゃんが出てたやつ。ようやく見始めて見終わったんで。最高です。ということでランキングいきます。1位 A ダッシュアットピアノさん、ありがとうございます。ありがとう。2位 D さんアットコールのために喉の調子整えておきます。よろしくお願いします。私今喉やられてます。今のなんかこの配信の最後の5分ぐらいでやられました。なんで3位マジありがとうございます、ありがとう。4位くじの大悟さん、ありがとうございます。5位マックミックさん、ありがとうございます。6位すみちゃん、ありがとうございます。7位ゆういちさん、ありがとうございます。8位バージョン R さん、ありがとうございます。9
9位サプライズレバーさん、ありがとうございます。10位ともゆきさん、ありがとうございます。11位ベベモンさん、ありがとうございます。12位赤花のソルティさん、ありがとうございます。13位にゃこさん、ありがとうございます。そして今日はじゃあ17時43分なので43位の方で、じゃーん、43位マー君さんです、ありがとうございます。今日のラッキーナンバーさんもうなんかさ、ラッキーエイトがなくなってっていうか勝手になくしたんですけど、なくしてなんかいい感じのあれにし始めたら、そうルーレット作んなきゃいけないけど全然ルーレット作ってないそれも全然まあでもこのなんか小学校の先生みたいな方式いいですよね。そういい感じ、なんかよくあるじゃないですか。なんか今日はじゃ あ高校の先生か、小学校は手挙げますもんね。なんか今日は3日なので3番13番23番こういう感じやっていきたいと思います。ということで、皆さん今日も配信見ていただいて、トラウマごめん、ありがとうございました。またまた明日はちょっといつのタイミングで配信するかはまだ決まってないって感じなんですけど、また配信するときに見ていただけたら嬉しいなと思います。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで9551人の皆さんに聞いていた、きっときつい顔をお届けしちゃう、富山県代表ハルピョンこと橋本アルナでした。そう、そういえばさ、まあいいや、ぴょんムービーで言いますということで、ありがとうございました。また明日ね。うん、夜配信ない、ありがとう、バイバーイ、おやすみ、ぴょんムービーで言います、忘れないようにします。